どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとうね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ、今回はこちらにも貼っております。スターウォーズエピソード1ザ・ファントムメナス25周年記念で公開されました 4K 版見てまいりました。ということで、この2024年の5月のゴールデンウィークのね、4日間限定で、このスターズエピソード1、ファントムメナスの 4K 版が、限定でね、公開をされてました。行った方いるんじゃないでしょうかね。結構、25スクリーンぐらいですかね、劇場で言うとね、で、上映されてたみたいなので、行った方も多いんじゃないでしょうか。はい。で、僕はですね、このスターズの日ね、メイザフォースビーウィズユー、5月4日、スターズの日だったんですけども、ちょっとこのゴールデンウィーク、なかなかちょっと時間がっつり開けれなくてですね、6日、5月の6日、まあ、ゴールデンウィークの最終日だけ、このみなとみらいの、ユナイテッドシネマさんに行かせていただきました。というのも、このユナイテッドシネマ、僕は豊島園がね、一番よく使ってるユナイテッドシネマなんですけど、ローソンユナイテッドシネマスタイル S みなとみらいという、まあ、新しい劇場が4月26日からオープンされたんですね。で、ここの、まあ、オープン記念ってことで、ハリーポッターの前作、リバイバル上映と、あとスターウォーズ、1、2、3、4、5、6、7、8、9ね、それをリバイバルやってたんですよ。なんですけど、どうしても僕が時間取れる日が6日しかなくて、で、そこで行きました。で、この日はね、789の上映もやってたんですけども、まあ、789この前見たしなってこともあるし、僕はほんと456ね、見たかったんですけど、いけませんでした。なんですけど、このファントムメラスが毎日、エピソード1、やってまして、で、これだったらいけるってことで、8時45分の回かな、最後の回だけ、なんとかギリギリ行ってきました。で、もう連日調べたら満席でございまして、チケットもまあかなりね、すぐ埋まっちゃったんで、なかなか取れなかった方もいるんじゃないかなと、思うんですけども、今日はその日の、まあ、様子、レポをね、軽くお伝えしながら、ファントムメラス、久々に劇場で、僕25年ぶりに劇場で見たんで、その話、感想もできればいいかなと思っております。はい。で、このみなとみらいのユナイテッドシネマ、ローソンユナイテッドシネマってことで、なんかね、あれですよ、ローソンの、オリジナルドライフードっていうの？ローソンで売ってるようなやつとかが、劇場で売ってるんですよ。で、プラス、なんかロゴみたいのがあって、ロゴの中の色はユナイテッドシネマの色なんだけど、形がローソンの色になってたりとか、あ、なんかすごい、コラボというかね、そういう新しい試みやってんだ、思いました。で、一応ね、世界初全席導入ってなってるのが、音響体感シート、フレックスサウンドというですね、まあ、新しい、なんていうんですか、立体的な音響というか、っていうシステムが入ってるんですよ。で、それが、もう、なんつうの、ここっていうか、その座席のここに、なんか仕込まれてて、それがまあ、音響がね、スピーカーなのかな、仕込まれてて、そこから音がするよっていうのが、売りみたいなんですよ。で、多分ね、わかんない。僕ね、体感した感じ、音がこっからこう、ここからね、聞こえてくるっていうよりは、低音とか大きい音とかのビリ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 ってあるじゃない。映画館でも大きい音、マックスまで行くとビリ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 ってなるじゃん。そのね、低音がね、すごいこっからググググって響くんですよ。だから、そういうアクションとか、爆発多めとか低音がすごく大事な映画とか、多分ビリ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 、ズズズズ、ズズズビリビリ、ズズズズビリビリってずっとこう、するような感じの体感型になってて、なんていうのかな、まあ、重厚なっていうか、それはそれで体感できたのですごく楽しかったです。で、それもそうだったし、あとね、座席がね、なんつうの、足元がね、広め、前の席と後ろの席の間が結構いい感じのちょうどいいゆとりがあって、まあ、立地もやっぱ広かったからなのかな。すごく、いい劇場でしたね。はい。なので、近くの方とか、ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。で、みなとみらいは、この日、ずっと映画館も含めて、スターウォーズジャックみたいな感じになってて、もう、ポップアップストアとかね、あったんですよ。で、もう最終日だったんで、一応行きましたけど、行ったらもう、焼け野原ね。もう何もない。
商品何もない状態、うん、でもそのフォトスポットというか、あのヨーダと撮ったりとか、トルーパーと撮ったりとか、あのいろんな写真も、あとねカーボン冷凍がねありましたね。ハンソロのカーボン冷凍があったんで、それで撮ったりとかっていろいろまあ楽しめた、日でしたね。楽しかったです。はい、本当にスターウォーズの日おめでとうございます。お配せながらという感じですけども、このポスターね、先着順みたいな感じになってて、もらえるかちょっと最終日だったんで怖かったんですけど、なんとかもらえまして、はい、これ以上貼っておりますけれども、さあじゃあということで、スターウォーズファントムメナスエピソード1ねの、まあ、感想というか自分なりの思いみたいな話をね、こんな機会ないんでね、できればいいかなと思ってます。でも25年前かと、まずね、でその間にあんまり多分あの 3D 版とかねファントムメナス1回やってましたけど、僕行けなかったんで、25年経ったんだと、僕リアタイで、親父とね多分シネマサンシャインじゃないかな、池袋のそこで並んで見た記憶が、ありますし、もうそりゃね、あの同じ世代の方はわかると思いますけど、ペプシのねボトルキャップがね、ワンサカワンサカあって、もう社会現象だったんじゃないの、あれもはや。もう買い漁ってたし、もうアナキンのね、このさ、これをつけてる、こう持ってるポットレースのシーンが、あれがもうアイコン的にもう爆裂にね、流行ってたし、なんかケンタッキーともなんかコラボやってなかったっけな、なんかやってたし、まあフィギュアもね、なんかあの、この各自のさ、フィギュアをさ、なんかこう、スケボーみたいにこう乗せてさ、で劇中でも出てくる通信機みたいな上に乗せると喋るみたいなやつとか、なんかそういうこうおもちゃのギミックみたいなのもめちゃくちゃ懐かしいですよね。なんかもう見ながらいろんなことを思い出しちゃって、で僕は本当オビワンケノービーも若者でしたから、若いってクソガキだったんで、やっぱオビワンケノービーのフィギュアが欲しかったんですけど、どこ行ってもなくて、クワイガンしかないのね、クワイガンのフィギュアしかなくて、うわ、オビワン欲しいみたいなことを思いながら、親を連れてぐるぐるいろんなね、おもちゃ屋さんとかデパートの中とか回ってたな、みたいなこともね、なんか感慨深く思い出しました。で、特に僕はその、幼馴染のね、男の子がいて、で、彼の奥さんと、一緒に行ったんですよ。だから、彼もそのスターウォーズずっと好きで、僕と同じね、ほぼ同世代なんで、まあ、そんなことを思い出しながら、なんか、エモいっていうのかな、こういうのは。そんな気持ちで、今回は挑ませていただきました。はい。とは言うもののですね、やっぱりね、その、この25年経って、まあ、いろんなものをね、まあ、789もあったし、アニメ版のね、テイルズ・オブ・ジェダイとかで、やっぱりあの、ドゥークのさ、クワイガンへの気持ちとかも見てたりとかするし、やっぱクローンウォーズをね、その間に見てたりとか、なんかやっぱいろんなこう、なんていうのかな、渦の中でもう一回こう、大きい劇場で見直すファントムメナス、やっぱりね、いろいろ思うことというか、感じることたくさんあって、いい体験ができたなぁと。思ってます。で、まず最初に思ったのはね、僕この余計なお世話で、パルパティン物語っていうのを、新見さんと一緒に動画、なんか3、4本ぐらい出してるんですよ。で、それをぜひ見てほしいんですけど、この、やっぱりこのプリクエルと言われるね、1、エピソード1、2、3、3年おきに作ったこの3部作って、ちょっとやっぱり、政治劇的な側面が、やっぱりね、強すぎるというか、456、まあ、制作順で言うと456のイメージのスターウォーズで行くと、やっぱりプリクエルってちょっと、なんか違うものを見せられてる感は結構違和感としてあるんですよ。で、やっぱりこの、僕もプリクエルっていうのは、まあ、一緒に育ってきたからね、一緒に見て育ってきたっていうところで言えば大好きだし、何回も見てきてるしっていうのもあるんだけど、やっぱりこう大人になって、こういろいろこう、ね、俯瞰してみるっていうか、そんな必要もないはないんだけど、やっぱりこう、ね、理屈っぽい大人になってしまったから、僕はね。っていう意味で言うと、やっぱいろいろこう気になる部分が多いっていうのがやっぱプリクエルなんですよ。いろいろやっぱ思いが、湧き上がってくる、複雑な気持ちになるシリーズでもあるっていうのはあります。で、そのパルパティン物語で僕が何を話してるかっていうと、パル様を、まあ、要はパルパティン、後の皇帝パルパティンを主軸に見ると、すごく見やすいというか分かりやすい。まあ、プリクエルってのは政治劇なんだっていうところ。まあ、政治、
政治的大河ドラマというんでしょうか。政治的策略とか思惑とか選挙とかね、演説とかそういうことで物語の、動きが変わってくるっていう話なんで、その結局そのジェダイがシスと戦ってとか一部で戦争みたいなことが起きて、今回で言えば侵略があってとか、2ではクローン戦争が起きるとかっていうのももちろん面白みの部分としてはあるんだけど、実はその裏でやっぱパルパティーンがやっぱ復権しようと、シスというものを復活させようと策略を企てて、それをうまいこと裏で操ってるっていうところが物語の実はこうコアな部分、核なんですよね。だからそこがこう乗れるか乗れないかでプリクエルっていうのは結構見方が変わっちゃうなと最近僕は思ったわけです。でそれでパルパティ物語という動画を出して、でその上で僕これ見に行ってるから、まあ、僕の見方になっちゃうんですけど、より顕著に、やっぱ政治劇だなっていうか、まあ、言っちゃえば、25年前、僕が、だから、7歳とか8歳の時、これどう見てたんだろうって。僕当時見てた時は、やっぱりジェダイナイト、ライトセーバー持ってるジェダイナイトが、まあ、通商連合とか貿易の件とかよくわからないけれども、悪いやつ。ね、ダースモールがいて、ダースシリアスっていうのが背後にいて、で、そいつらと戦うっていう、まあ、要は正義と悪、完全懲悪的な物語だっていう認識を、やっぱりしてたんです。で、それは、今思えば、こうやって見直すと、すごく記号的な側面を自分なりに受信して、あ、善と悪の完全懲悪なんだって、自分なりにこう、歪ませちゃってた。っていう方、ことをすごく今回思ったんですね。でも、正直ただ、この歪ませるって僕言いましたけど、これは全然良くて、ただそれも子供だし、自分が見たいように見ればいいし、まあ別に大人になったからって自分が見たいように見ていいんですよ、映画っていうのは。だから、別にこれは悪い意味で歪ませてるって意味じゃなくて、やっぱ、僕は6歳、7歳のなりのスターウォーズ好き男の子として、かっこいい正義の味方がいて、守らなきゃいけないお姫様がいて、で、通商連合とか分離主義者とかダースモールとかで、まあなんとかざっくり善悪があって戦ってるんだって思ってたけど、やっぱね、見直すとやっぱそうでもないぞと。全然そういう話じゃないぞっていう風に、特に今回思っちゃいました。はい。で、まあ、いろいろ思ったのが、まず、その、クワイガン人ね、タトゥーイーンに、行ってね、また、クワイガン人っていうか、まあ、その、ジャージャービンクス、アミダラも、オビアンも含めてタトゥーインに行って、ナブーから出てきたこの船っていうものをどうにか修理しなきゃいけないからタトゥーインに降り立ちましたと。で、そこで、まあ、アナキン・スカイウォーカー、未来のダース・ベイダーが現れて、で、まあ、いろいろあって、ポートレーサーがあってとかあるんだけれども、クワイガン人がね、やっぱね、後輩からするといい上司なのかもしれないけれども、その、あまりにも見ず知らずの少年を、のスカウトのタイミングがちょっと早すぎるなってすごい思うんですよ。そのポットレースをした後、もう反射神経が必要なものを終えた後に彼はジェダイの素質があるって言い出すんだったらわかるんだけど、ポットレースに挑戦する前に、クワイガンは、懇談をアナキンと重ねるだけで、あ、彼には、すごいフォースが備わっているんだと。ミディクロリアンの数値がやばいんだみたいな話になってく。すごく危険だよね。危ういっていうか危なっかしいんだよね。なんかそこが映画、それはね、物語的にもそうだし、映画的にも本当はアナギンがなんかその何か危ないところをこう誰かを助けるポテンシャルを見せるだとか、なんか会話の中でちょっとジェダイ的な、要はミディクロリアン数値が高いであろう振る舞いをして、で観客にも伝えて、でクワイガン的にもこの子はってなってスカウトするっていうことだったら、まあわかるんだけども、ただの懇談、会話をしただけで、こいついい才能を持ってるっていうのって、なんか今見ると大丈夫かよ、このじいさんみたいな風にちょっとこう。思ってしまうんですよね。ただ、そのテイルズ・オブ・ジェダイとかで、ドゥークとかの、まあ、クワイガンへの思いとかっていうのとか、後々になって、まあ、クワイガンがね、その後結局その霊体になって、みんなを導く側になるっていう存在になるじゃん。要はその、いわゆる青い霊体になれるのは、クワイガンがまあ先駆者ですよね、一応ね。ってなった時に、なんかこのおじさんは謎すぎるというか、その、誰やみたいな。なんかその、やっぱりその、わかるんですよ。その説明されればわかる。その霊体になるのが早かったとか、普通よりフォースのね、強いとかって、まあ、説明されて、まあそうなんだって思えるけど、でもダースモールには負けてるしとか、なんかいろいろあるし、いわゆるその、
それぐらいすごい人なんだ、クワイガン人はっていう風に、僕らが説得される場面みたいなのがやっぱないんですよね、この映画って。で、それがすごく、まあ、ジョージ・ルーカスが監督としてメガンを撮っているっていうところもちょっとあるのかもしれないんですけど、クワイガン人ってすごい人なんだって思わせるようなシーンっていうのがあんまり実はない。もう、ジャージャー・ビンクスのペッて舌をパッて掴むとこぐらい。宮本武蔵的な。でも、そういうことだけじゃなくて、もっと、なんかこう、この人は見る目があるんだ、先見の目があるんだな、みたいな、ないんですよね。だから、やっぱりだから、変な映画だなって思って。で、その、ただ、まあ、その、後々ね、結局、ジェダイが、まあ、ジェダイ評議会がやっぱこう、お鎖になられてしまっているっていうことも考えると、まあ、これぐらいこう、だから攻めた。すぐね、すごく新人を採用する、攻めた、人事採用する彼っていうのは、すごく、貴重な人材なんだな、とかいうふうに思います。はい。でね、で、そのアナキンを、フックアップして、ヨーダとね、メイス・ウィンデューのところに、評議会のところに連れ出すじゃないですか。で、面接させるじゃん。その時にやっぱ推薦人のクワイガンはいないんだよね。かわいそうだよね、アナキンね。たった一人で。で、なんかさ、ヨーダとメイスが睨んでてさ、で、ヨーダが怖いのみたいな。なんか寒いです、みたいな。ああ、その、怖さを抱えてるってのは暗黒面に通じるんだ、みたいな話をするんだけど、なんかその前に、シップ、コップとか言って、なんかこう、メイスが持ってるさ、なんかこう、モニターみたいなで試験されるんだけど、あれも何を試験してんのか、よくわかんないっていうか、何を測ってんの、あれは。わかんない。その、厳密な設定資料があるんだろうけど、やっぱその、だからこの、スター・ウォーズの、なんかこう、一つ、なんていうのかな、よくある、ずるさっていうか、要はその映画2時間ある中では説明されないんだけど、実は裏の設定資料でとか、そう、小説ではこう描かれてるとか、実はこういう理由があるんだみたいなサブテキストで、援護射撃ができるにはなってるんですよね、スターウォーズって。で、僕もそこまで深くは知らないから、突っ込みどころがあるみたいな感じで言っちゃうんだけど、でも、やっぱ映画として一本見た時にやっぱ気になるものは気になるだろうみたいな、その後付けでその援護射撃されてもみたいのはやっぱあるし、そのあそこのアナキンの面接がちょっと圧迫面接にもちょっと程があって、怖いとか聞いてるけど、いやお前ら怖すぎるだろっていうか、感じがするんですよ。でその面接が怖いってだけでもいいんだけど、やっぱり今回のエピソード1は、クワイガンとオビワンはね、もうまあ大活躍っていうか大奮闘ですよ。泥まみれになりながら一生懸命やってんだけど、ジェダイ評議会がやっぱね、ちょっとムカつくんだよね、やっぱね。なんかやっぱりその、本当に、もう座って何もしない奴ら、もう組織にあぐらをかくっていうけど、なんか本当にこういう奴らのこと言うのかなってくらい、なんかその、僕闇落ちしちゃってね、やっぱね、ダークサイド側になっちゃったな、この数年でっていうか、なんかやっぱり、いや、これ、ジェダイにも非があるぞっていうか、いや、そりゃ、こんな、そのなんか、要はナブーが大変なことになってるってなってね。で、そのジェダイ軍団は行けないわけじゃん、その場に。で、それは何でかって言うと、やっぱルールがあって、元老院があって、とか、なんかその銀河共和国って立て付けがあって、とかって。で、そこに、こう、仕えてるのがジェダイだから、もう言ったらただの公務員ですよね。で、公務員っていう存在で、全然そのルールとかでももみくちゃになっちゃって、がんじがらめになっちゃって、別にヒーローでもないし、なんかナイトでもない感じ。だからすごくこう、アナキン、少年アナキンが夢を見た。ジェダイになって、奴隷を解放するって夢を見たんだっていうところ泣けるじゃん、めちゃくちゃ。で、それなんで泣けるかっていうと、あ、この子ダース・ベイダーになっちゃうんだな、こんなことを言ってて、とも思うんだけど、もう一つ言うとしたら、いや、アナキンよと。君が期待してるような働きは、彼らの中には、ではできないよ。ジェダイ評議会に入っても、それはできないよって。だからそのクローンウォーズを見てるからよりそう思うんだけど、やっぱアソーカが、ジェダイを辞めたっていうのが、なんかすごい分かっちゃうよね。で、その何もしないでこう座ってるだけで審査しかしない。議論しかしない。で、もう、パドメアミダラ、アミダラがね、もう機能してない銀河共和国は、元老院はって言ってるけど、ジェダイもそうじゃん。もう議論しかしてない。で、もう唯一この二人だけがもう率先して中に入ってく。で、クワイガンなんて命を張っていくわけだしっていう風なことになってて、だから腐敗してる、もうあぐらをかいてる組織たちの話。で、それを壊そうとしてる、パルパティーンっていう構図になっちゃってるんですよね。だから権威とそれを壊そうとしてるシス軍団っていう、なんかこれ善悪の話じゃねえぞっていう風にすごく思っちゃう。で、もうその、もう何の機能もしてなくて、ただ象徴に、ただの象徴にしかなってないジェダイが、結局最後クワイガンが死んだ時に、
葬式をね、ナブーでやるわけじゃん。で、それもなんかかわいそうな話で、クワイガにとってはナブーなんて何の思い入れもない土地ですからね。そんなところで仮装されてどうすんだよ、かわいそうにって思ったんだけど、そういえば、アナキもそうか、みたいなね。うん、知らぬところで何の思い入れもないところでこう、焼かれてるじゃん、みたいなことをまあ思ったり、まあ、スターウォーズってあるあるなのか、それがとか、まあいろいろ思っちゃったんだけど、その、結局そのナブーのその侵略戦争の部分で何もしてなかったジェダイたちがナブーの最後のパレードに参加してるっていうのはどういう気持ちなんだよとか、まあ思ってしまうんだよな、やっぱり。だから、なんていうかこう、その、パルパティンがね、独裁主義で悪いのはわかる。だからもうヒトラー的な独裁国家を築いちゃったのはすごいわかるんだけど、この集体さらしてたら、そりゃ敵も、敵に取られちゃうよ、こんなのって。もうジェダイ崩壊しちゃうに決まってんじゃんって、すごく、エピソード1見るだけですごくこう、思っちゃう、風な作りになってました。っていうかさ、運命の戦いのダースモールとオビオンとクワイガンが戦ってる、あのピンクの扉何？あの、ガコンガコンってナブーにある。ガコンガコンガコンって。で、たまに開いてたまに閉じるあの扉のシステム何？あれがなかったらクワイガンじゃ死なないじゃんとかね、思っちゃったりとか。まあ、するんだけど、そう。だからそれぐらいこう、今回見てて、なんか、なんでそのさっきのね、最初に言った25年前、俺どう見てたんだろうって思ったかっていうと、やっぱりシンプルな、完全チョークじゃないよね。善と悪がいてっていう話じゃちょっとなくて、複雑な気持ちになっちゃうし、なんかこう、クローンウォーズとか、テイルズ・オブ・ジェダイとか、話したときはいろいろこう、サブアニメとかクローンウォーズでも何でもいいんですけど、バッドバッチも何でもいいんだけど、いろいろこう、経てね、今、これを見ると、すごくね、変な映画だなって思っちゃう。うん。だからね、すごく、なんかこう、文句言ってるみたいになってるけど、そうじゃなくて、やっぱね、ジョージ・ルーカスが考えてることって、やっぱちょっとすごいな、やっぱりってちょっと思っちゃう。未来から見てこの映画がどう見られるかは、そこまで計算してないと思うんだけど、ただ、単なる、スペースオペラじゃなくなっちゃってるという、単純にこう政権が交代していく過程を見せる。なんかすごくね、大人っぽくて、単に戦争っぽいことをやるんじゃなくて、なぜ戦争に進んでいくのかっていう部分をルーカスはやろうとしてたんだな、当時からって思うと、なんかすごくね、不思議な気持ちになりました。はい。なので、すごくこう、このタイミングで25周年で、こう、リバイバルやるっていうのはすごくいいし、やっぱ家でね、いくらでも見返してたし、見ることはできるんだけど、なんかやっぱりこの映画体験ってすごく大事だなってより思わされるっていうか、いろんなことを、当時のことを思い出しながら、2024年に見るファントムメラスはどう見えるんだろうっていうのがすごく楽しかったです。だから、皆さんもぜひ、そういう意味で見返していただいて、どう、自分にとってどう映るか、この映画かっていうのはね、ちょっとね、自分の心に問いかけていただきたいと思ってます。はい。はい。ということで、そんな感じで今日は、ありがとうございました。まあ、アコライトも始まりますんでね、また感想動画とかいろいろ上げていきたいと思いますので、また2025年はね、スターをセレブレーションインジャパンがございますので、ぜひその辺もね、その辺に向けて、いろいろ動画出していければいいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで皆さん最後まで見てくれて、ありがとうねー。